はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回もハリーポッターと魔法の覚醒をやっていこうかなというふうに思います。今回紹介するデッキなんですけども、プラチナからね、ダイヤに昇格したデッキを紹介していこうかなというふうに思います。今回ね、紹介するデッキなんですけども、ネビルを使ったデッキになっております。ネビルの効果です。はい、味方に治癒効果を付与するというふうな効果です。HP を回復、攻撃範囲内に敵ユニットがいない場合、通常攻撃が攻撃範囲内にいる最も近い味方ユニットの HP を回復するようになると。で、治癒効果なんですけども、66%。まあ、こちらレジェンドとかだったらもっと上がるみたいな感じだと思うんですけども、66% と。で、非プレイヤーユニットの場合は、治癒効果はさらに 75% 上昇するというところになっております。で、本当はね、ネビルに対して相性がいいカードなんですけども、まあ、こちら書いてある通り、卵、また爆弾、あとはこの巣とかね、あとはニフラ。などが相性いいというところはあるんですけども、ちょっと環境がねメタられてしまってて、なかなかこいつを出せなかった。本当はそのデッキを出したかったんですけど、ちょっと勝てなくなってしまってたので、ちょっと改良してね今回は作りました。で、巣とかねのデッキを使ってた時はやっぱ何がきつかったかっていうと、水牢がきつかったんですよね。こちらのカード水道です。皆さん知ってると思うんですけど、これ、あ、違う、これちゃうわ。どれだっけ、これ。あれ、どこ行った?これです。はい。水道がすごいきつかったんですけども、もうそこに対してエクスパルソがメタになってるんですよね。まあ、6コス相手使って2コスで、除去できるっていうところなので、まあ、相手が水道を使ってるところにエクスパルソぶちかけていけば、この水道は爆発される。また、エクスパルソじゃなくても、3コスのおデブちゃんにするやつ、なんだっけ。おデブちゃんにするカードはこれですね。エンコージオでも解除はすることはできるんですけども、まあ2コスでいいよねっていうところで、今回は3コスにしてます。はい、動き方などはね、動画で説明しますので、デッキの内容を紹介していきます。クルーショ、卵、ドラゴン、インセンディオ、爆弾、エクスパルソ、怪物の本、ロコモーター、仲間のカードです。ローン、アイビー、カサンドラというふうな感じです。デッキの使い方などは試合見ていただければ分かると思います。スレイヤーどうぞ。はい、マッチングいたしました。今回は、プラチナからダイヤに、昇格したで、試合をね、紹介していこうかなというふうなところです。まあ最初に紹介したんですけども、ネビルのデッキを使っております。はい。まあ最初にここ、怪物の本で牽制していくっていうところですね。そしてアバタケタブラだったんで、ちょっと驚きました。はい。まあアバタケタブラなんですけども、盤面をね、結構除去する力は強いのかなっていうところあるんですけども、一気に畳みかければ、なんだろう、勝てるというふうな印象もあるので、ここはもう圧で勝っていこうかなというところです。で、ピエルトータルロコモーター使ってしまって、盤面にね、ちょっと強い、耐久力のある形をしていきました。はい。しっかりとここはエクスパルソを2コスで叩いていって、まあ、すぐに隠れていくと。で、その間に爆弾かましといて、で、本で突進させていく。で、アバタケタムラの、あれが1個ね、つきましたね、今。あと3回、撃破されたら、消滅されてしまうぞと、いうところなんですけども、はい。まあ、助けに来た女の子来るんだけど、ここに関しては、ロンを出してしまっていくと。で、左に卵も置いてしまったので、ここでね、しっかりと、ネビルの効果で回復してもらって、早めに卵が出てくると。で、Y 盤出てきてもらって、あとは Y 盤の突進で縛いていけるかなというところになってます。まあどうだろう。はい。Y 盤だけの勝ちですね。エクスパルソでとどめと。OK、GG。まあ多分この試合で、あれかな。プラチナから、ダイヤに行けましたと。はい。ここからダイヤです。はい。ダイヤの初めての試合になっております。まあ先ほどと同じネビルデッキですね。まあ大きい最初の段階で高コストは切らない方がいいかなっていうところはあるので、ただ切ってるね。なんでこいつ切ったんだろう。今本出せばいいかなっていうところあったんですけどね。牽制して。で、相手がハーモニーデッキだったら、すぐにローン切っちゃっていいかなっていうところはあります。ハーモニーめっちゃだるいので、仮説が悪すぎてね、ハーモニーが言えないんですよね。私、はい。すごい、前のコメント、前の動画でね、ハーモニー言えなさすぎて笑ったみたいなコメント来てたんですけど、私、クソほどね、仮説が悪いんで。で、相手アクロマンチェラの巣ですね。いや、あいつだるいんだよね、意外にね。で、メテオロジンクスで爆弾を破壊されていく。ちょっとここら辺から
プラン組み直さなきゃないというところですね。まあ、ピエルトータルロコモーターやってしまって相手がドラゴンとか出てこなければいいかなというところなんですけども、はい、影武者が出てくると、これ結構きつい戦いで、これ勝ったのかな、あんまちょっと覚えてないんだよねでモンスターブック行ってもらいながら、はい、ピエルトータルロコモーター、はい、ここはアイビー切っちゃいます。うん、ちょっともったいない切り方かなっていうところあるんですけども、ちょっと押されてしまっても嫌なのでね、はい、もう盤面を作り直すというような意味合いでここは行きました。でアンティコティって言ってもらって、でローンが出てくると、ちょっとこのカウンターのローンがめっちゃ痛かったですね。でインセンディオもかまされる。ただドラゴン、あ、死んでるよね、ドラゴンも死んじゃって、まあ、ここはノルウェーリッチ爆弾、あの、じゃあ卵ね、出してもらって、で相手はフォン。いいね。ワンチャンここでね、回復量が勝ってくれるかなーというところを願いながら、そしたら相手は影武者ね、めっちゃ出てくるんで、OK。Y 番が出てくれたと。うん。Y 番1枚でね、全部まくれるので、はい。で相手はティエルトータルロコモーター来たんですけども、まあ、ここはカサンドラを置いてしっかりと石像の処理しつつ、爆弾を置いていくと、で2個目の卵を置いて相手に、ね、嫌がらせしていくと、うん、で相手はモンスターブック切っていくんですけども、こっちもモンスターブックで、攻めていく。これねちょっと攻撃したんだけどしなくてもよかったかなっていうところありましたね、うん、はい、もったいなくしました。で相手ヘイトが卵に向いてるので、もうここは顔を詰めるっていうか相手のねプレイヤーを攻めていけばいいかなというところですね。うん、でここカサンドラの近くに浮遊爆弾を置いてしまったんですけども、これはね、あの、良くないですね、うん、本当に良くない。でドラゴンを置いて、はい、モンスターブック行ってもらって、うん、やっぱモンスターブックと爆弾のコンボは強いですよね。はい、でインセンディを打ってエクスパルソの72点、67点かで勝っていくと GG。 はい、次も、ダイヤ隊ですけども、プラチナの方との勝負です。はい、よろしくお願いします。まあ使い方とかはね、もう今何試合ぐらい取ってんだろう、分かんないけど4試合か3試合ぐらいね、もう解説してると思うんですけど、もういいよっていうような感じだと思うんですけどね。まあここはしっかりとな、はい、カバン、なんか水牢がちょっと来てほしいなっていうところありますね。水牢デッキとも多分動画撮ったんですけど、はい、で相手ハーマオに打ってきたんで、もうすぐロン、うん、すぐロンですこれ、はい、みんな大丈夫、僕たちは仲間なんだっつってね。でマジで本には書いてないやつ言い訳してくるからな、ハマオに。すぐ言い訳するか、この女。半端ねえんだよな。で、TL トータルロコモーティンやってもらって、で、あ、このね、悪魔ベノムがね、まあ痛い。ただ、エクスパルソでちょっと出てきてほしいと思ったら、あの、後ろ行きました。ちょ、前出てきてほしいと思ってね、今撃ったんですけど、全く違ったわ。まあ、ここはお見合い状態になって、ニンバス2000で、4コスぐらい叩いたのかな。でサンダーストームのタイミングでちょっと卵出してしまったんですけども、まあサンダーストームとそこまで打点出ないだろうと。でお前やめ、ほんまやめてほしいのこの花火、これ強いよね花火。終盤戦のさ花火マジでやだよね、ほんとパッと光って咲くんだよねあれ。でいいね、来いにかっつって、Y バンが来てくれると、はい、でアクロマンチェラベロムが来るので、ここはエクスパルソでぶっ飛ばしてね、変えようかなと思ったんですけど、また下手なことしましたね。まあ毒沼ぽいぽい歩いてって、ただ今のところはロンに対してしっかりとアイビー打ってきたってところはでかいですね。で相手の体力ももうミリなので、はい、でモンスターブックで体を荒らしてもらう。でバンバン花火で一掃されますが、まあここはまだモンスターブックが残っているので爆弾を置きつつ、インセンディオもあるのでね、はい、200ぐらいは入るかなと。でエクスパルソで72点出るので、はい、もう残り相手はミリ。ただこっからね
ちょっと危なかったような気がする。でもモンスターブックで大丈夫か。はい、体洗わしてもらって勝っていくと。 OK、 GG。 じはい、マッチングでしました。相手はダイヤ隊の方というふうな感じですね。あれですか、まだですか、水路デッキ。多分取ったんですけどね、さっきの試合で言ってたと思うんですけど、このままじゃ大嘘つき野郎になってしまうんで、まあ、ここがモンスターブックかましてしまって、はい。で、相手ハーモニー出てきたんで、もうすぐロン。ハーモニー出てきたらすぐロンな。うん、絶対すぐロン。だるいんで、あの女、本当に。やばいんで。で、本には書いてないってまた言い訳するんだよね、こいつね。とんでもないんだよね。負けたら負けたで、すぐに負けましたでいいのに、うん。本には書いてなかったから負けましたみたいな。そういうことじゃないでしょ。ハーモニーね。それよくないよ。うん、で、援護城でデブにされていく。これなんだあれ。これも水路じゃないかもしれないな。あれ今回取れてない負けたか、水路デッキ。うん、やっぱり、初戦。サンダーストーム。いやでもこのデッキ、ハーモニーデッキだから水路は入ってると思うんですよ。うん。間違いなくね。で、サンダーストームのコストがね、何コスなのかちょっと分かんない。6コスぐらいなのかな。持ってないからね、コストが分かんないんだよね。あ、これバンバン花火だね。ただ、バンバン花火は自分だけ食らっただけなので、特に、あの、大変なことにならないですね。で、しっかりローンに関しては、アイビーを打ってくる。いや、これがやっぱいいね。うん。やっぱ初手、今ハーモニーが多いってところあるので、やっぱロンが刺さる。で、その後ロンが出てくるってところなので、2段階前でね、アイビーが刺さっていくというところですね。うん、まあ、さっきからそのカウンターがうまく、なんだろうな、刺さってね、勝ててるっていうところもありますからね。こんなはずじゃなかったのに。OK、ここはもうエクスパルソでぶっ飛ばして、はい、キリンの中から出てきて、で、インセンディオで逃げ道のところに炎の渦と。OK、GG。多分これで最後の試合なんですけども、これが水路の戦いじゃなかったら、まあ、嘘つきでしたね。まあまあ、もうそこは仕方ないですね。そこは仕方ない。まあ、違う時に出しますわ。明日ぐらいに出します。水路にはこれやっつって。っていうような感じで出そうと思いますから、もしよかったらカサンドラ、ちょっとカサンドラに対してはね、石像は良くないので、これね、あんま良くないかもしれないんだけど、もうロン切りました。はい、良くないと思うね。でもなんかアイグラッチャーとかなんかよくわかんないかったんで、まあ冬爆弾とドラゴンさんで、カサンドラのラインにね、モンスターブックとかはちょっと置けないので、ただカサンドラのところに逃げていくと、で、Y1 の140点で、しばけるかなと思ったんですけど、しばけてなかったんだよね。そこがね、ちょっと、あまり惜しくない。で、カサンドラが硬すぎんだよな、こいつ。で、PL トータルロコモーターで壁も張ってくるので、ガチガチに。ただ、カサンドラは取れてきた、取れたっていうところはでかいですね。はい、で、しっかりと、ドラゴンで上から食っていきましょうと、うん、はい、で、なんか変なね、ダンスをしてますが、ここはそうだね、ピエルトータロコモーターで盤面強くしていく。まあ、卵だとね、意味ないので、で、ハーモニー出てくるんですよね。ちょっともうここハーモニーに対してハイビー打ってくっていう、まあどうなんだろう、うん、いいのか悪いのかちょっとわからないんですけど、まあ、打ちました。はい、で、相手水路デッキだと思ったら水路じゃねえな、またこれごめんな、ごめんっつって、ウソップの一面を見せていくんですけど、で、相手は、はいはい、で、Y 番帰りかっつって Y 番出てくる。で、しっかりと本モンスターブックで行きますと。で、Y 番とピエロロータルロコモーター本いるので、盤面的には勝ってますと、うん、あとは丁寧に戦っていけばいいかなと。しっかりとな、盤面見て、どうするか。ここは Y 番じゃなくてドラゴン3出していくと、いい判断じゃない。
大体ロン出てきましたね。ちょっとロンに対しての回答がきつかったっすね。ここやばいな、まくられそうなんだよね。これえぐいよな、勝ったんかな本当に。この激闘やばくない？でインセンディオ打って、あーいやでもカサンドラやっぱ強いな、ここ立ってくれてんの。でサンダーストームされるんですけど、そう、まあ、ここは、ネビラスで形消えますが、モンスターブックで体を表せい言うて、で冬爆弾で追い打ち、オッケーオッケー。でマンティコダンスでなんか変な踊りかましますけど関係ねえと。でエクスパルスは72点なのでまだまだ無理だというところでドラゴン出してしまって、でピエルトータルロコモーター、まあ、そこに関してはドラゴンで、目立ってるっていうかね、勝ってますので、でインセンディオでしっかりと200点ぐらいダメージ与えれば GG と。 OK 処理。はい、試合の方はどうだったでしょうか。今回のね、試合、すいません、水道に対してエクスパルスをかます試合がね、ちょっとなかったですね。はい、ごめんなさい。次かな、次の試合とかに撮ろうと思ってるので、もしよかったらそちらのね、動画見ていただければな、というふうに思います。はい。まあ、今回の動画は、こいつをね、ネビロを使ったデッキになってるんですけども、まあ、環境がやっぱメタられてきて、ちょっと大変だっていうところあるんですけど、次はね、ニフラとかスを使った、ネビルが、本当に強いデッキを紹介できればな、というふうに思います。はい。まあ、今回の動画も面白いと思った方がいれば、高評価、チャンネル登録のよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。